日本人の心に火を灯す東洋思想及び神道研究家の光です今回は淡路島にありますユダヤイスラエル遺跡に行ってきましたということでその動画をお届けしますこの動画の後半が淡路島のイスラエル遺跡のですね動画になるんですけどもそもそも 淡路島のこの遺跡とは一体何なのかという話をしていきたいと思いますえそもそもですねこの世界史の中で大きな謎の一つとされているのがイスラエル失われた十二族という話なんですねでそもそもこのイスラエルの歴史について見ていきますと旧約聖書の中にモーゼの出エジプト記というものがございますね モーゼがですね苦しむエジプトの民を連れてエジプトを出て行った当然エジプトの王朝は追いかけてくるんですけどもモーゼは海を割って渡ったモーゼが渡った瞬間に海がザッと閉じて兵たちは飲まれていきましたそしてモーゼはですよねそしてそこで国が作られていくということですが紀元前 1000年ダビデ王というです、ね、ものすごく優秀なリーダーが現れますこのダビデ王はですねイスラエルを建国するその後現れた王様も優秀でした有名なソロモン王という方でございますダビデからソロモンというふうにしてずっと時代が続いていてイスラエルユダヤ教というものが一つの時代を築くんですけどもその後にこの イスラエル王国は滅んでしまうことになりますそれが紀元前年年かからだいたい500年ぐらいいぐにかけてととうことなんですねその時にイスラエルに住んでいたユダヤ教の人々は国を追われてしまったということですがこれが世界史の謎の一つそう彼らは一体どこに消えたのかということなんですね。これはイギリスに渡ったという話そしてインドであったり中国であったりさまざまな 国に散っっていったととううことなんですがそう日本にも渡ってきてるんじゃないのかというお話なんですでこれ謎がございまして何かというとモーゼがですねこの出エジプト記の中でイスラエルに行く時に聖筆アークまあいわばおみこしを持ってきてるんですねでもそのおみこしがどこに行ったかわからないもしくは三種の神器のような石板であったり 杖であったり壺というものを持ってきてるはずなんですけどもそれも失われてしまってる一体どこに行ったのかということもまた謎ののうちの一つなんです失われたこの十二種族は日本に来てるんじゃないのかということですがその一つの証拠となるような遺跡が見つかっているでこれはね一つが1934年戦前の話なんですけどもこれ現 ホテルニューアージの別邸にございます。今回ここに行ってきたんですね。石室が発見された。で、その石室の中にユダヤ教の紋章であるこの六芒星がなんと刻まれていたということなんですね。そしてこれどうも見ていくと、はい、1952年にユダヤ教のラビノ、ローゼンさんという方が、いや、これはユダヤ教の遺跡だよということを言ったという話が残っております。 で、昭和宗教界の巨人であります出口鬼三郎は、インスピレーションで淡路島にユダヤ教の遺跡があるということを直感し、白山義隆さんという方に命じてこの調査をさせているというような話も残っております。で、そこからだいぶ時代が過ぎてですよね、四国の 剣山検証学会というですね、グループがあるんですけども、その方たちが、この剣山とユダヤ教も関係あるんじゃないのか。よく言われるんですね。剣山に、モーゼがイスラエルまで運んでいった性筆アークの隠し場所、これが剣山にあるんじゃないのかというふうなセンスがあったりするんですけども、ずっと調査をしていた。で、淡路島も調査しなきゃいけないということで、淡路島を調査していたところ、指輪が二つ見つかった。で、この見つかった指輪のうちの一つに、 鹿の模様が描かれてたんですね鹿の模様というと失われた十二種族の中でナフタリ族という方たちがいるんですけどもそのナフタリ族のシンボルマークっていうのは鹿であったこれどうも関係あるんじゃないのかということなんですと同時にヘブライ語の石版も見つかったんですねでこれはどうも紀元前7世紀から8世紀ぐらいのものであるとそうちょうど失われた十二種族が時代と重なるわけですねでここに古代ヘブライ語書かれてるんです なんて書かれているかっていうと、ガルコデーシュ。これガルコデーシュっていうのはガルが波、もしくは立石という意味で、聖なる立石、もしくは聖なる波っていうふうな文字が刻まれた石板が見つかっているということなんですね。そう。この淡路島とユダヤ教、もしくは古代イスラエルというものはつながりがある。まだまだですね、これは調査されていることなんですけども、今回ですね、はい。ホテル、ニューアージ、別邸にございます、このユダヤ、 遺跡イスラエル遺跡というものを訪ねさせていただきましたえー、どんな場所だったのかぜひ動画ご覧になっていただけたらと思いますどうぞはいこちらですね淡路島にございますなんとイスラエル遺跡という場所に来ておりますイスラエル遺跡とは一体何なのかということなんですが今から約2700年前ぐらいから2500年ぐらいにかけて イスラエルにですねユダヤ教十二部族といいう方たちが住んでいましたしかしですねこのイスラエルに住んでいたユダヤ教十二の部族というのはアッシリアという国によって滅ぼされてしまったユダヤ教徒たちは国を失ってしまったわけです でその失われた十二種族もしくは十二部族といったりしますがが一体どこに行ったのかということなんですがこれが世界史のミステリーのうちの一つなんですね。はいということでちょっとね実際にちょっとお参りしていきたいと思いますおー、ね、なんかこうストーンサークルのようなちょっと井戸のようなんですよねそういった雰囲気があったりします。まあ、実際ねその井戸が 水がこう、ね、生じる場所がご神体となるということはあると思います淡路島、むちゃくちゃ謎が深いですね、神秘が深いですね、で実際、ですねこの淡路島にはユダニという場所があって、なんかちょっとユダヤと場所が似ているようなですねそういった地名もあったりします、もしくは古代イスラエルですよね、シオンの丘というですね伝説の丘がありますが、なんとそこになぞらえたシオン山というものもあると言われております。日本と ユダヤ、日本とイスラエル、非常にですね、実は縁が深いのかもしれないということで、今回はこちらからお届けさせていただきました。ここでしかお話できない特別な情報をお届けする無料 LINE アットユニは、フリーメルナガユニは、ただいま登録受付中でございます。神社の秘密や幸せになるための秘訣、限定情報満載でございます。フォームが詳細欄の方にございますので、ぜひご登録ください。